フロールイ・コールデイ・コールリスは、ポルトガルの民族音楽グループである。フロールイ・コールデイ・コールリスは、ロシアのモスクワで行われる2009年大会に、ポルトガル代表として参加し、楽曲、トーダス・アズ・ルーアス・ドゥ・アモールを披露する。ジョゼ・サルゲーロが、リスボン国際博覧会の出展として、ポルトガルの伝統的な楽器に焦点を当てた、プロジェクトのアジューフを始めた。ペドロ・マルケスは、 パーカッショニストとしてアジューフに加わった。プロジェクトは好評を得て、その後のイベントが開催された。ペドロ・マルケスは、ポルトガルの音楽を他の世界各地の音楽と融合させる試みに興味を持ち、新しいプロジェクトを始めた。その中で、管楽器の演奏家、パウロ・ペレーラに出会った。彼らを中心に2004年に結成された。 フロールイコールデイコールリスの音楽は、ファドや民謡などの、ポルトガルの音楽に根差しているが、ラテンアメリカやアフリカからの影響も強く受けている。ユーロビジョンソングコンテストのポルトガル代表を選ぶ、国内選考となる第45回フェスティバルだ、換算に、トーダスアズ・ルーアス・ドゥ・ア・モールで優勝し、同国代表として2009年5月に、ロシアのモスクワで行われる2009年大会に、 参加することが決まった。フロールデリス、トーダスアズルーアスドゥアモールポルトガル2009。2009年5月閲覧。ありがとうございます。